それでは市長の定例会見を始めます。まず、冒頭、市長からお願いしまず、札幌市の動物愛護管理センターの開設についてお話をさせていただきます。これまで中国で整備を進めてまいりました動物愛護管理センターを、11月13日に開設をすることといたしまして、その愛称を動物にとって幸せな施設になってほしいと。 いう思いが込められた相イマ札幌に決定をいたしましたのでお知らせをいたします。札幌市ではこれまで動物管理センターにおいて本所と支所 に機能を分散する形で動物愛護管理にかかる施策や業務を行ってきたところでありますけれども今後はこの新しい施設あ丸札幌に機能を集約をするということと動物愛護の拠点施設ということを目指してさまざまな事業を展開してまいりたいと考えておりますこの特徴といたしましてはこれまでの動物管理センターにはなかった 多目的ホールでありますとか屋内運動場などの新しい部屋を整備したほかにレントゲンの導入など重医療機器というものを拡充いたしましたまた建物の特徴といたしまして温かみを感じられる木造施設になっておりますほかに省エネルギーに特化した構造として従来の建物のエネルギー消費量から 50%以上の削減を実現するゼブレディの認証を受けた市の施設としては初めての施設ということになります今後は動物を適正に飼っていただくためのセミナーでありますとかワークショップなどのイベントを定期的に開催をするほか保護している動物の健康を適切に維持管理をしていく動物愛護や適正飼育の教育普及の充実と いうようなことについても努めてまいりたいと考えておりますこの相丸札幌が多くの市民の皆様に親しんでいただけることを期待しておりますので報道機関の皆様には周知方よろしくお願い申し上げます私からは以上です